マイキー好きですか？まあでも僕、東京リベンジャーズはなんか主人公の頭が割りすぎるのでどうかと思うんですけど、あと、マイキー強すぎ。やっぱね、格闘技というか、その喧嘩ってやっぱ体力というか、体格に比例するんですよ。その体重多い人の方が強いよねっていうのは明確に決まってるので、いくらその運動神経良かったとしても、やっぱマイキーそこまで強くはなれないと思うんですよね。なのでちょっとなんか、マイキー強すぎ問題だけは現実離れしてるので、まあそれ言うと過去に戻れるのが現実離れしてるんじゃねえかって言われると思うんですけど、なんかその SF って、1個の嘘はついてないんですけど、この1個の嘘以外は現実味が多い方がより面白くなるんですよ。例えばそのドラえもんとかって、そのなんかそのどこでもドアとかはあるんだけど、でもじゃあそのなんか相手を見ただけで殺せるマシーンとかないじゃないですか。なのでなんか一生懸命いろんな秘密道具を使って戦うっていうのがあって、なのでその SF って、そのじゃあ過去に戻ってもいいっていう設定があるんだったらそこはいいんですよ。ただそれ以外はすごくリアリティを求めなきゃいけないので、なんだか知んないけど超強いちびっことか出しちゃうと、いやいやいやそれないっしょってなっちゃうんですよね。まあデスノートもそうなんですけど、なのでその SF の設定は、 SF の設定のそのサイエンスフィクション以外の部分はリアリティに徹するべきであるっていう、僕のこだわりからすると、マイキー強すぎ問題はちょっと気になりました。はい。